フレッド・カーンは、ニューヨーク州、グランドアイランド出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のテネシー・タイタンズに所属している。ポジションはパンター。トレード大学での2007年に、全米2位の平均46.5ヤードを記録、ミッド・アメリカン・カンファレンスの最優秀、スペシャルチーム選手に選ばれた。同年には、例外賞のファイナリスト3人の1人に残った。 こうした活躍で、カレッジフットボールのオールスターゲーム、イースト・ウエスト・シュラインゲームのメンバーに選ばれた。2008年、デンバーブロンコスとドラフト外フリーエージェントで契約し、サム・パウレスクとの競争に勝って、聖パンターとなった。1年目の2008年、46回のパントで、新人新記録となる平均46.74ヤードを記録した。 第12週のオークランドレーダース戦では、ジョニーリー・ヒギンズに89ヤードのリターン TD を許した。2009年10月、チャージャーズとのマンデーナイトフットボールで、ダレン・スプロールズに77ヤードのリターン TD をされた後、ブロンコスからウェーバーされた。その時点で、NFL10 位の平均46.1ヤードを蹴っていたが、ネットでは、 NFL27 位の34.5ヤードにとどまり、27回のパント中リーグ最多の6回のタッチバックを重ねており、敵陣20ヤード以内に蹴り込んだのは9回であった。その後テネシータイタンズからクレームされて、レジー・ホッチズの代わりに、聖パンターとなった。タイタンズでは37回のパントのうち18回を20ヤード以内に蹴り込んだ。年、ネットで a f c 位で、 自己ベストの39.1ヤードを記録、2011年2月、タイタンズと契約延長を果たした。2012年の第15週ニューヨークジェッツ戦でミスパントにより自陣25ヤード地点から相手に攻撃権を与えた。この年自己ベストの71ヤードのパントを蹴っている。2015年3月、タイタンズと5年1500万ドルの契約を結んだ。 2016年シーズンは77回のパントで3402ネットヤード、平均44.18ヤードであった。2017年10月8日のマイアミドルフィンズ戦では、キャリアハイとなる10回のパントを蹴り、フランチャイズレコードとなる549ネットヤード、平均54.9ヤードを記録した。2017年12月19日、カーンは初めてプロボールに選出された。 このシーズンは75回のパントで3728ネットヤードを記録した。フランチャイズレコードとなる平均49.71ヤードをマークした。この年はオールプロのセカンドチームに選出された。タイタンズは2017年シーズン9勝7敗を記録し、プレイオフの5番シードを獲得した。ワイルドカードゲームのカンザスシティチーフス戦で自身。 プレーオフ初出場を果たした。2018年12月18日に2年連続プロボールに選出された。この年は74回のパントで、そのうち39回が20ヤード内に蹴り込んだ。2019年3月7日に4年1255万ドルでタイタンズと契約延長した。12月17日に3年連続でプロボールに選出された。このシーズンは、 リーグトップとなる20ヤード内のパントを37回記録し、オールプロに選出された。父親のカルカーンはアマチュア野球チーム内賀ならパワーのオーナーである。ありがとうございます。